クリプトピアのハック後にバイナンスボスがもたらした DEX が安全なのか、個人資産管理するハードウェアウォレットなどが安全かのかっていう論議が物を起こしとって、ここら辺は一度なんか考えてほしい内容ですね。銀行だろうが証券会社だろうが何らかには誰かはみんな預けとるはずだから、単に自分の意見を振りかざして正論で批判するだけでなく、あれだけバイナンスボス言うっていうのは DEX に何らかの裏付けの自信があるのではないかなと、勝手な買いぶりかもしれませんけど。はい、2019年1月17日、本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンおよびドル円の相場考察していきます。では仮想通貨時価総額から見ていくと、アメリカドル換算で120ビリオン、上下幅を見ると上位10ではカルダノが一番上ですかね。バイナンスがまあ上げてきましたよというところ、戻したのか耐えたのかはさておいて、では日本円換算の時価総額を見ていくと13兆2018億です。では時価総額1位、ビットコインから見ていくと、週足は相も変わらずいつ抜けるでしょうというところで、日足を見ると20MA からはロウソクは下のままで、前日比ではそれほど動いてないというところですかね。ただマイナスですけど、で4時間見ると特にめちゃくちゃ大きい動きはなく、昨日の相場考察した後にちょっと下叩かれて移動平均線 20MA 水平ぐらいに来ましたよってとこですかね。はい、では次リップル、週足は相も変わらず 7MA にタッチするかしないかというところで、日足見るとこちらも超短期の 7MA にタッチか上抜いたかなぐらいの状態で、その上位の 25MA と 99MA は下向いたまま、4時間見るともう 25MA が水平な通りほぼレンジな日が数日続いているという状況ですね。この辺りでどちらに転んでいくのかというところでしょう。はい、次イーサリアム、ハードフォークにかかっていることでその後の進展情報は特になしで、週足は一応水平になったかなの 7MA の上にいますと、まあ、この 25MA にタッチしてからだね、この水平がどこまでいくのかなという、一応あれだね、 7MA が水平になっただけでもこの時期以来ですもんね、去年の10月以来だから、それだけでもとりあえず進展あったかなって、いやもちろん叩かれる可能性はありますけど、で冷やし見ると25MA の下のままで 7MA にタッチした状態、やはりもうハードフォークが本当に鍵を握ってますよという状況ですね。それで4時間見るとこちらもほぼリップルと同じく 25MA は水平がもう数日続いたままで、ロウソクは少し下にいますと、ただ完全なレンジですねというところで。はい、次 EOS、 DAPS ハックの猛攻撃を受けている EOS は週足は一応 7MA にタッチしています。ただ角度はついていません。日足見ると 25MA の下のロウソクな一方、やな 25MA は右下向きになりかけているかなという状況ですね。4時間見ると 25MA は水平であるがロウソクは上にいますと、この辺りがリップルやイーサとは少し違う状況ですねということで。はい、では次キャッシュ ABC、 週足はよく分からずで、日足見ると数日間大きな値動きないまま 7MA にはタッチしましたよと、水平気味にはなってきたかなというところで、4時間見ると 25MA はやや右下気味でそのロウソクが下にいると、ただ数時間見るとやっぱり上位はなんかレンジ臭いのが続いてますよねというところで。はい、次テザー、これは24時間換算で見ましたけど、まあ特に変わらず、 TrueUSDT が新規サービススタートしたのもあってステーブルコイン戦争もこれ過酷になってきましたよねって、テザー一強の状態はもう終わったよねという感じで。はい、では次ステラ、週足は 7MA に届きそうで届かない状況です。日足見ると 25MA の下にロウソクがいて、やや 25MA は右下向きと、4時間見ると 25MA が少し右下気味になってその下にロウソクがいると、やっぱり数日だけ見ればレンジな日が続いてますよねという。はい、次ライトコイン、週足は一応 7MA の若干上気味というところ、ただ 25MA の乖離が近いのはいい感じですよねで、角度も緩くなってきたし、基準は低くてもこの 25MA がとりあえず週足レベルで水平上向きにならんことにはある程度の長期目線っていうので上げていくっていうのは期待できませんからね。はい、日足見ると 25MA が水平やや右下気味、それでロウソクが下にいます。数日間はまあ似たような値動きで、この高値をやっぱり更新しんことにはここは抜けれないのかな、俗に言うダウですね。
で4時間見ると25MA をやや右下気味になった通り、ロウソクは少し乖離開きましたと。ただ幅的にはやっぱり上位から見ていくとレンジな日が続いてるよなーっていうのが率直な印象ですね。ここら辺あたりからですもんね。15から15、16、17ぐらいか。はい、では次トロン。週足見るとまあそこまでの水準は変わらず、一応は 25MA を耐えていると。ただ 7MA とのこの乖離が近くなってくるとちょっと嫌だよね。ここら辺が踏ん張りどころかな。日足見ると 25MA の角度が緩くなった通り、 7MA にロウソクがタッチしていると。その 7MA も右下気味、やはりどこを見ても踏ん張りどころでしょうというところで、で4時間見ると 25MA がもうほぼちょっと水平やや右上気味になって、ロウソクの乖離は近づいていますよと。これも同じく基準が違うだけで、やはりこの15から17ぐらいは 7MA を上行ったり下行ったりのレンジが続いてますよと。ただ一応 25MA 上におるのがまだ救いかな。はい、では次カルダノ。週足見ると一応は 7MA の上に来たと。ただ 7MA も水平気味になって、その代わり 25MA はまだ角度が右下気味のままで、 7MA ぐらいならなんとか水平気味になってきとるのが数コインありますよという状況ですね。それで日足見ると 25MA を下抜いたのを上抜いたんだ。水平になってますもんね。ここらがちょっと違うね、カルダノは完全に他とは。さすがにあれか、前日比で 4% 弱上げただけはあるかな。ここはでかいですね。とりあえず日足が水平になっとるってことはあれだもんね。まあ週足が伸びてない時間一歩、その下の足目線なら。で4時間見ると 25MA がなんとか水平、右上に角度がついてきた通り、ロウソクは完全にここ数日右肩上がり。16時ぐらいかですかね。これは完全他のコインと違いますね。上位特にライトコインまでか、まあまあ似たような動きで、トロンとカルダノがちょっと別物かなって。週足のサポートがない一方、カルダノはまあ日足以下ではいいんじゃないのって、とりあえずはっていう状況ですね。ただ週足に時間がかかるので、一番早い長期目線はトロンかなという感じで。はい、次は最後ドル円。1時間で見ていくと、昨日の考察が終わった6時あたりからロンドンぐらいからずっとずっと上げて上げて、確かに移動平均線この短期のピンクがこの角度ついとる通り、上げて上げて上げて、それであれか朝方アジアか入って昼頃から下げてきたと。一応は109が見えたってことですね。1時間だけならまあ戻してきたと。一応は長期のはまだ上にいると。で日足見ると、確かに戻したって言った通りあれか、一応短期はなんとか角度つきましたね、これかろうじて。ただここの戻しでまたもう一回抜くと打ってかれるっていう場面があるから、これだけ見とるなら、自分でこれ見とるなら週足も下げとるから、ここ抜いたら売るっていうのはまあ多分絶対にやるパターンなので、当然こっちも下向いとるので、それが怖いよねというところ。それで長期目線の週足に行くと、耐えて若干、そうですね、今週は若干耐えとるという、まあまだ終わってないですけど、ところでこの周期がどこまで行くのかなって、まだこの角度はがぜんついたままなので、ただまあいきなりこういうことやらかす例もあるので、どこら辺で反発が来るのかなって。せっかくなんで今回は日足目線が一回水平上向きになって叩かれて、また上抜いた。カルダノにスポットを当てましょう。こうやって繰り返しとると、だんだん上位足との、特にこの 99MA との乖離は近くなってくるということで、トロンに続くとこの辺りかなーって。ステラやライトコイン、まあ、カルダノがあれかなーって。基準は違いますけどね。ただ移動平均線の水平とロウソク足の乖離っていうところに目線を置いたところで、ニュース的にはイーサリアムのハードフォーク情報がなく、クリプトピアのハック後にバイナンスボスがもたらした DEX が安全なのか、個人資産管理するハードウェアウォレットなどが安全かのかっていう論議が物を起こしとって、ここら辺は一度なんか考えてほしい内容ですね。銀行だろうが証券会社だろうが、何らかには誰かはみんな預けとるはずだから、単に自分の意見を振りかざして正論で批判するだけでなく、あれだけバイナンスボス言うっていうのは DEX に何らかの裏付けの自信があるのではないかなって。
勝手な買い食いかもしれませんけど、相場的にはドル円がようやくとりあえず冷やしレベルでは戻しかけたかな。まあ叩かれる可能性はもうそっちの方が多分高いですけど、どこら辺で周期が来るのかなって、あとはトロンがどこまで耐えてくるのかなって、ここらでもう一回打ちやらんとちょっと辛いよねっていうところで、それでここら辺の時価総額がごちゃごちゃしてるカルダノが、まあ冷やしでとりあえず水平には水平気味にはなったんで、ここら辺でロウソク上抜いとるし、どう動くでしょうというところで、まあニュース的にはこんだけタブが並んどる通りも仮想通貨関連は本当に凄まじい量のニュースがあって、これでも削った方で、まあ相場に戻すと半年ぐらいはやっぱり目線が周期的に欲しいのかなっていうのが個人的な感想です。はい、そんな感じで以上2019年1月17日仮想通貨時価総額と上位10トークンおよびドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。